こんにちは。カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日は暮らしの道具シリーズでちょっと一つ私が使っている道具をご紹介します。ちょっとご覧ください。道具を紹介、私が使っている道具。この浅草のね、匠っていう毛玉取りなんですけども、先っぽに毛玉がついてるけど、なんかもうこのセーター毛玉がすごいし捨てようかなって思う前に、ちょっとこれで一回シャッシャってやると、あれまた切れるなってなるんです。やみつきです。主人は電動毛玉取りを持っているんだけど、ちょっとね、それとは違う感じで、いい感じになるんですよね、セーターが。蘇る。それで、もう私は、前はカシミヤとかいいセーターも買ったりしてたけど、今はちょっと、あんまりウールのいいセーターは買ってないんだけど、どんどん着回して手放していく方向になっちゃってるから。だけど、そんな安物のセーターでもこれでやるとちょっと、いい感じになるんですよ。こういう、あんまり動画じゃ映らないんだけど、結構なんか毛玉っぽいでしょ。でも、これで、なんか意外とね、これでまたちょっと着てもいいかなって感じになります。なので、まあ、少ない服で着回してるから余計に愛着を持って丁寧にちょっと手をかけてあげるんですよね。そうするとまたちょっと着れるのでいいかなと思ってます。こんなウールポリエステルの入ってるやつでもすごく、これでこうこすっとくと、さっぱりして、これ左右の違いがわかんないかな。
カメラでは分かりにくいですかね。もうこっちはすごいすっきりしてて、でこっちはこうブツブツがある感じなんです。もうちょっとすっすってやるだけで綺麗になります。少ない衣類だとなんか愛おしく丁寧に着るようになってとってもいいなって思ってて、このセーターはもう洗濯機で洗っちゃってるんだけど、なんかこうやってくたびれた感じになった時はさっさっとこれで一回やっとくとまたなんかちゃんとしてくれるんで、この道具気に入ってます。こんな感じで取れるんですね、手で。私の愛用している道具の紹介でした。着るものの数がすごい少ないので、そうやって一つ一つを丁寧に使っていくっていうことができるようになりました。前はまあすごい毛玉になってればそれはそれでなんかほっといて他のものを着てはよかったから、なので、一つ一つのものとすごく丁寧に向き合えるようになりました。ポイッと捨てればそれまでなんですけど、まあ、ちょっと、安いものだったからそんなに高いものじゃないのにちょっと手入れをしたらまた使えるようになったから、ああ、よかったなと思っています。このダスキンのモップ、やめられないんですよ。これね、何がいいってね、ちょっと今からこのダスキンのモップの便利さをお伝えします。食器棚の間にちょっと隙間があるんですよ。で、掃除機だと先っぽ取って、管だけ入れるみたいな方ですことで吸い込まなきゃいけないんだけど、このダスキンのモップだとこういうところが実に得意なんですよね。で、こういうところとかもうどこでもスイスイ入ってくれちゃうんです。なので、あとこういう裏側こういうところもスイスイ入っちゃうんですよ。それで私このモップがやめられないんです。それに脱衣所のこういうところですね、脱衣所なんですけど、ちょっとあの掃除機がここちょっと外さないとこ入んないようなとこもこうスイスイいっちゃうんですね。こういうなんか洗濯のネットかぶら下げてるけど、こういうとこもなんかこれでスイスイと綺麗になっちゃうんです。
それで便利なんですよ。なので、まあ、この掃除機ばっかりじゃなくて、このモップで、で、ほこりが立たないのがいいよね。なんか全然これでほこりが舞わないんですよね。こうやってモップをかけていると、掃除機だとこうブオーンとかいって、ほこりが舞うじゃないですか。こういう細かいところがいいんですよ。こうやって掃除をして、そして最後ひどいよね。ここの扉を開けて、リビングの扉を開けまして、ここでパンパンと、パンパンと叩いているというわけなんですね。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。